美です。今日は秋のメイクを紹介していきたいと思います。でテーマはあのダークチェリーみたいな赤とか赤黒いというかあの色味をイメージして作ったメイクです。それではメイクスタート。今回は肌作りから始めます。陶器のような自然にツヤっとした肌を作ってくれるポール&ジョーの下地を指で全体に丁寧に伸ばしていきます。秋でも SPF 入りの日焼け止め効果のある下地を使っています。少しセミマットな肌にしていきたいので MAC のパウダリーファンデーションをパフに取ってトン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 と肌全体になじませていきます。パウダリーファンデーションって乾燥しがちと思われがちなんですけど、この MAC のファンデーションは夜まで乾燥しないし、パウダリーファンデーション特有のふわっとした柔らかい肌に見える効果があるので使いやすいです。コンシーラーで気になる部分を隠していきます。手でのせた後に指で叩き込んでいきます。今回はパウダリーファンデーションを使っているので、お粉は崩れやすい鼻と目の周りにのみつけていきます。まつげ入ります。ビューラーでしっかりしっかり上げたら、これなしでは生きていけないっていうキャンメイクの透明マスカラをマスカラの下地として塗っていきます。本当にこの子はカールが落ちない優秀な子でございます。ヒロインメイクのマスカラをしっかりとまつげに塗っていきます。なんとなく秋冬はまつげもパキッとしっかり仕上げていきたいので、満足いくまで何度も何度も重ねていきます。いつも思うのですが、まつげを塗ってる間ってアフレコの間が持ちません。なーにかな、何話そうかなって言ってるうちにまつげが仕上がりました。じゃん。これまた直毛まつげには欠かせないホットビューラーでしっかり根元からグググッと上げていきます。ホットビューラーは本当無人島に3つ持ってくならどれっていうのにも入るぐらい持っていきたい。いや絶対他に持ってくのあるってなわけで、コームでまつげを溶かしてダマを取っていきます。アイラインに入っていきます。中央から目尻にかけてのみアイラインを引きます。このデジャビュのアイライナーは描きやすいし、にじみにくいし、描きやすいしって2回言ったわって感じなんですが、とにかく優秀なアイテムです。黒を使うと目元が強くなりすぎるので、いつも焦げ茶のアイライナーを選ぶようにしています。次に下のアイラインを引いていきます。目を少し垂れ目っぽく可愛い印象にしたいので、目の際に目尻から黒目の下までアイラインを入れていきます。アイシャドウに入っていきます。MAC のシャドウの左上の薄いベージュをアイホール全体に指で広げていきます。このアイシャドウはラメ入りっていうよりもマットな質感になっているので、大人っぽい落ち着いた印象の目元が出来上がります。次に右上のブラウンを二重幅まで指で入れていきます。チップで重ねてもいいんですけど、指の方が体温が伝わって自然にぼやけて馴染んでいくので、私はいつも指で入れることが多いです。次に左下のブラウンをアイラインに重ねるイメージで小指で塗っていきます。アイラインは中心から目尻だけでしたが、このシャドウは目頭まで入れます。最後に右上のブラウンをアイホール全体にほわんとなじませます。アイシャドウはこんな感じになります。続いてなんとびっくり、アイブロウパウダーで下まぶたに赤いシャドウを入れていきます。こちらビセのアイブロウパウダーなんですけど、赤が混じっていて、試しに赤シャドウとしてある日使ったらちょうどいい色味だったので、その日から赤シャドウとしても活用しています。ここに少し暗めの赤を入れるだけでおしゃれ顔っぽく変身できます。こんな感じです。眉毛も同じアイブロウパウダーを4色ミックスさせながら筆で描いていきます。シャドウの同じ赤が眉毛にも混ざるので、おのずと統一感が生まれてまとまったメイクになります。今期は眉毛が少し赤みがかっているだけでおしゃれな印象の顔に出来上がるので、このビセのアイブロウパウダーはとってもとってもおすすめなアイテムです。ケイトの眉マスカラを使って眉毛全体を茶色く染めていきます。ちなみに私は眉毛が結構しっかり生えているので、元々の眉毛も染めている状態です。こんな感じです。2色セットになっているチークの左側の小豆色を指に取ったら、
ほっぺたにくの字に入れていきます。くの字とはこういった方向です。このチークはメイクアップアーティストの猪狩忍さんプロデュースのチークなのですが、とっても使いやすいです。この練りチークの上にパウダーのピンクをのせていきます。セットになっている右側のピンクを中指と薬指に取ったら、今度は丸くなるような形にチークを入れていきます。小豆色のチークだけだと肌から浮きやすくてぼかすのがちょっと難しいんですけど、この薄いピンクをかぶせることで自然になじみます。マックの練りタイプのシェーディングをつけていきます。指に取ったら頬骨の下の削りたい部分に伸ばしていきます。練りタイプのシェーディングだと指で伸ばしてもムラになりにくいのでおすすめです。セットになっているハイライトを指につけてのせていきます。私はいつも目頭、頬骨の一番高いところ、眉の下にも入れて、最後に顎の先にものせます。リップはアディクションのものを使います。一見ギョッとする色ですが、唇に塗ってみると赤と紫の中間っぽい色に変化します。しっかりと色が出るまで何回か重ね塗りしていきます。このアディクションのシアーというリップは乾燥しないでずっと潤いが続きます。少しツヤをプラスしたいのでマキアージュの赤のグロスを中心にのみチップでつけたら、真ん中から外側に向かって指でポン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 となじませていきます。2つのリップを重ねることで絶妙な色合いの唇が出来上がります。これでダークチェリーメイクの完成です。参考になったら嬉しいです。以上がダークチェリーをテーマにしたメイクでした。ポイントはこの目の下に入れた赤いシャドウなんですけど、もともとは赤いシャドウのちょうどいい色味をずっと探してたんですけど、で試しにそのビセのアイブロウ用のパウダーを下に塗ってみたら、これぞ求めてた色だって私の中でだったので、今回目の下に入れてみました。あと最近買っていいなと思ったのが、猪狩メイクで有名な猪狩さんのプロデュースしたチークなんですけど、こう2層になってて手で入れていくんですけど、じんわりこう内側から血色が出てるようなチークが作りやすいので、しかも手で入れていくので簡単に入れやすいチークだと思います。私のチャンネルをまだ登録してない方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。ビデオを最後までご覧いただきありがとうございます。また次のビデオでお会いしましょう。石井亜美でした。